はい、皆さんこんにちは。それではですね、平成28年度の担当本式試験をね、受けてという形でお話をさせていただきたいと思っております。28年度の担当式試験が先週かな、終わりましたよね。で、今年はどうだったのかってことですけども、問題は一個一個見るとかなり去年から見ると激化しています。特にコス問題で激減しましたよね。そんなこともありまして、問題見ると液化していますね。ただし、じゃあ全体に簡単になったのかなっていうと、今年から科目別が入ってるわけでしょ、足切りがね。その観点から言うとどうでしょうかね。結構あまり変わらないかなっていう感じがしますね。で、これはもうちょっとすると腸の方から動かかってはありますので、そこで正確に分かるでしょうね。ただあんまり変わらないかなっていう個人的には思っています。ただ問題は液化しておりますので、ちゃんとねやってれば受かる試験ですねっていう感じがします。じゃあ問題は科目別に見ていきましょうか。まず不特実数科目はどうだったかなっていうと、これやや難化しておりますね。で、これどうしてかなっていうと、多分ね 40% が足切りのボーダーになりますよね。で、多分10問でってなると結構実は厳しいんですよ。でも不特実数という科目は20問あるでしょ。でなると8点よりも下になると初めてそこで終わっちゃうんだよね。でも多分そういう方はいないっていうことなんでしょうね。で、また基本中の基本の科目でありますから、ちゃんと聞きたいってことがあったんでしょう。で、問題から見るとこれは難化しております。で、それに対して10問ずつしか出てこないという意匠消費はどうかなというと、これやや液化というかな、かなり液化しております。ただこの中でも消費に限って言うならば、そう、一つは新しいタイプの消費の審査基準マターがまず出ましたよね。あと、ハワイミシンかぶってるかなとも出ています。で、さらに、今年は防具はよく出てましたよね。となると、もしかすると論文式試験ってその箇所から聞いてくるかもしれません。まあ、著名商標の保護っていうね、観点がずっと聞いておりませんので、聞いてくるかもしれませんね。まあ、それも踏まえて、防護って出したのかもしれません。じゃあ、条約はねっていうと、多分これが去年程度だったら相当落ちるはずなんだよね。まあ、それを踏まえて、今年は大液化ということになるでしょう。で、おそらく、一貫になりまして、特に後半の5問から後ろだよね。これパリとトリプスで構成されてまして、まずちゃんとやっていたらそこは取れますね。あと PCT なんだけど、個数問題は極めてこれは少なくなりました。となると、これもやっぱ取れるんだよね。出番では難しいかもしれないけど、まあ、通常やっていたら7点は今年は取れたはずです。で、それに対して難しくなったのが、著作権と性競争防止法ですね。まあ、どれが一番正しいですかっていう問いなんですよ。だから個数問題ではない。でも皆さんのね、パーセンテージ見てみたりとか話聞いてみたりするとできていないんですね。ということは問題文がかなりとか問題がかなり難しくなったってことだよね。ただボーダーにはかかんないかなと思うんですよ。だからいかにちゃんと基本的なことをやってるかなんだね。で、今年の試験は後で申し上げますようにそこだと思うんですね。じゃあと試験問題全体はどうでしょうかというと、こんな傾向がありましたというのは3番です。まず1番ですね。これ特に特許でありましたけど、条文だけでは回答できない問題がありましたねってやつです。予告、いわゆる心血予告みたいなことが出てくるんですかっていう問題がありました。まあ、趣旨から言ったら当然ですねとなるところなんだけど、条文見てもこれは書いていないんですよ。まあ、審判ビンダーには実は書いてあったりします。まあ、それを、まあ、特に個数問題で聞いてきてるんだから、まあ、できなくてもしょうがないかなっていうところだけど、まあ、これからはそういう問題も出るのかもしれません。で、さらに新傾向といって、まあ、旧司法試験からあったような問題ですね。見たことがない判決を出していて、まあ、今年は並び替えをさせております。ただ文章が切れちゃうと解けたんで、まあ、あんまりね、解けなかったって方はいらっしゃらないかもしれませんけど、これからだんだんとそういう傾向が増えてくると難しくなるかもしれません。で、今後はちょっとね、択一の一問一答だけではない、まあ、対策っていうのかな、まあ、それも必要になってくるのかなと思っています。で、それに対して難しくなった諸譜、まあ、これはどうかなというと、かなり抽象的なんですね。どれが一番正しいですかと聞いてくるんで、まあ、2つぐらいまで絞れるわけですよ。でも最後の1個となると結構厳しいんだよね。で、さっきも言ったけど、個数じゃなくてできませんでしたと言ってるので結構難しいわけです。まあ、多分これは今後弁理士の講義ね、著作権不正競争をやるべきだってことで難しくしてるんだと思います。で、それに反して選択科目の方から著作権なくなっちゃってるでしょう。まあ、それもあったのかなと思っています。まあ、今後はこの著作権の不正競争についてもちゃんとやっておかないと受かりませんね。じゃあどうやって勉強すれば、特に今年失敗した人ですね、
いいんでしょうかということだけど、まあ、今年の問題だけ見ちゃうと知識さえあれば、特にそれも基本的な知識だよね、多分今年できなかった方の大多数が多分相当過去問とか含めてやってるはずなんです。ただね、極めてさまつなところかな、細かいところばっかし気になって結果的にはちゃんと理解されていないのかな、言ってみたら枝ばっかし見てる感じですね、全体見てないってことでしょ。そこでそっちの細かいことにばっかし気を取れてしまって、通常のものがおろそかになっちゃって、そこはちょっと切れないんですね。そうしない勉強をやってる方は45点ぐらいを取っていたと思います。でまたこのくらい取れないと実際上論文では厳しいかなと思いますね、まあ、それも含めて、まあ、細かいところよりもまずはしっかりとしたところを見ていきましょうという勉強していただかないと来年もちょっと厳しいかなと思いますね。あと2つ目でありまして、やっぱし早くこれは一通り、特に過去問これ回しておかなかったらいけませんね。でまた過去問だけではこれからの新傾向の問題ってちょっとできないかもしれません。となると年明けからの東レ、そこで新しい問題出ますよね。また傾向も25年ぐらいを境にかなり変わっています。だから10年分全部やったとしたって今から3年よりも前に移って傾向かなり違ってるんで、ちょっとそれだけでは対応できないかもしれませんね。そういった観点ではそれプラス東レ、過去問プラス東レで受けなかったらいけないわけですよ。じゃあそのためには何が必要かというと、まずこれは2段階、まず年内中に絶対終わらせてもらったらいけません。ただその時もまず1つ目の目安が9月です。この9月の段階までに一応過去問ってこんなものが出るんだよねと概要分かっていなかったら多分難しいでしょうね。でその上でさらにもっと深くやるのが12月の末まで、これでインプットは終わりです。でそれ以降は全部アウトプットで新しいモデルやるんですね。でそうしないと新傾向とか、あと条文だけでは回答できない問題に対してちゃんと答えることができるかなっていうと結構厳しいかなと思っています。で、まあ、それも踏まえてしっかりとやることが必要となってくるでしょうね。でちなみにですよ、よく聞かれてくるのが、入門取った方が良いんですかと、あるいは2年目取った方が良いんですかってことだけど、そうね、30点全般でもし取れてないんだったらやり直した方がいいかもしれませんね。でその時できれば、まあ、さっき言った9月12月が目安になりますので、そこで終わるような講座組の持つものをね受けていただきたいかなと思っています。でそうしないと多分間に合わないんですね。でおそらく担当ができなかった方の大多数は間に合わなかったんですよ。そこが一番大きいですね。まあ、それを踏まえてしっかりと勉強していただきたいと思っております。